撮ってましたよ。なんか焼けた？焼けました。めっちゃ真っ黒。すごい。沖縄。沖縄。撮影で。沖縄に行ったの？撮影で。そう、学校撮影で。へえ。修学旅行。あ、いいね。そちらからお客さんお願いします。次お呼びする形になりますので、はい、近く散策してお待ちいただくので、お電話かショートメッセージの設定だけお願いします。あ、なるほど。電話にしましょう。さらにニューポピーって書いてある。かわいい。キャベツのサラダはごまのドレッシングかな、とポテトサラダとゆで卵とオグラトーストと、私はアイスコーヒーにしました。いただきます。いただきます。何それ？最近の面白い出来事とかないの？先月末、うん、あれ、仕事半分プライベート、うん、フランスに行った。うん、そうなの、うん、なんか世界のツアーをやってる、うん、アイドルグループのうん、なんかカメラマンチームに入ったから、うんうん、すごい。そう、なんかカンヌ国際映画祭のイベントに合わせて、はいはい、なんかこうセレブの別荘園で、うん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 、を使って、なんかファッションショーのイベントを、はいはい、うん、なんかやるイベントで。シュークリームも美味しいらしいよ。かわいい。暑い夏にぴったりのカラフルソーダですって。3時からか。そう、クラフトビールのお店なんだよね。おしゃれでしょう。お寿司屋さんですね。何ここ、すごい素敵だね。
お肉屋さんのフカヒレスープだって。ございます。さあ、コロッケで、あ、水がある。本当だ。今コンビニでビールを買ってきたので、ちょっと飲みながら揚げたてコロッケ食べます。乾杯しようよ。あ、乾杯です。乾杯しようよ。じゃあ昼から乾杯。はい、乾杯。いただきます。うん、ホクホク、揚げたていいね。うん、うん、雨が降ってきたかね。なんか商店街の揚げ物食べた。美味しいね。美味しい、うん、やっぱりさ、あんだけ油たっぷりないと、うん、揚げ物って美味しくないね。そうね、うん、これでビール飲んだらさらに汗かくじゃん。吹き出す？汗吹き出すよ。うん、この後、台湾ラーメンですよ。いいですね。うん、また汗かくじゃん。うん。ちょっと曲がりさせてもらって申し訳ないんだけども。大丈夫？めっちゃ今漏れてる私。ほら。漏れてるね。めっちゃ漏れてるねこれ。最初に1個。あ、どうぞどうぞ。いいですか？どうぞ。いただきます。うん、おいしい。うん、どうぞ。いいね、平日でも沿道寺は意外と食べ歩きができるってことが分かりましたね、うんうん、これがね、土日だったらね、もっとお店がいっぱいで、うん、もっと楽しいと思うんだけど、うん、でも平日でも全然楽しめる、うん、あのランチタイムとかを考えて目ぼしいお店をあらかじめ頭に入れておけば、夕方ぐらいまでは、うん、あの3時からさっきのクラフトビールも開くし、でね、帰りはね、ここの丸一ストアで夕飯のお買い物もすれば全部整います。でちょっとなんかあっちの方に行ったら、あの美味しいハンバーガー去年食べたよね。あ、そうね、コーナーがあったりとかするから、この辺は本当に楽しめると思います。
Thank you.